前挨拶が決まってます。あ、もういつも決めてるから。あ、大丈夫ですか。じゃあ、プグよろしく。あ、はいはいはい。出してくるゾウも竹田です。刻んでいこうぜ。脇からセミボン。よし、今日いつも通りっす。あー、そうだ、今決まったかなって感じで。今日ゲストいるみたいで。あ、今日ゲスト、今日来てます。また来てます。また来てると。また来てます。また来ちゃっていると。じゃあちょっと早速、タムジョー呼びましょう。今日来てるんで、呼んじゃってもいいですか。タムジョー、タムジョーだ。よろしくお願いします。皆さん、どうもこんにちは、タムジョーと申します。それでは皆さん、やっていきましょう。合ってます。あ、ちょっと違います設定がわけわからんから、ほんまやな。ほんまは。どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。結構見てんだけどね。いや、覚えられない。覚えないとやっぱちょっとダメダメです。タムジョーリスナーさん、はい、ということで本日なんですけれども、こっちもちょっとチラッと見てもらいたいんですけど。何があるんですか。はい、全然僕たちのイベントじゃなくて、僕たち主役みたいな感じでスタートしましたけど全然違います。今日ね、スイさんのイベントにちょっと参加させてもらっていて、行動やめてもらってこっち来てもらうか。あ、もう仕事よりこっち優先なんではい、ということで今日来てもらってます。スイさんのイベントに呼ばせてもらいました。ありがとうございます。よいしょ、よいしょ。じゃあ、いつもありがとうございます。お仕事ありがとうございます。まあ今日のギャラはピーって感じなんですけど生々しいんだよ。今回のイベントなんですけど、まあ僕たち一応ペーサーとして呼ばれてるわけじゃないですか。そうなの。ちょっと待って、俺ペーサーすんの大丈夫だよ。スイさんにこの間1000勝ったんだから。そうだよ、自信持っていこうよ。まあ1000だったらなんか分かるんですよ。今日何キロ走れたんですか。今日ね、8キロぐらいメールで恐る恐るしたんですよ。そのイベントはちょっと走ってもらわないと頼めないっていうのがあったから、うん、走っていただけますでしょうか。8キロ。8キロぐらい8キロぐらいということで、今キロ6でいいんですか。キロ6以上で、あのゆっくりで。あ、そう、トラックってさ、初めて来る人もやっぱいて、はい、そうそう、で走ったことない人っていっぱいいるわけよ、うん、意外と。まあ、そういう人にこう初めてのトラックっていうグループ で最後はちょっと外出て、これがトラックだって。なるほど、うん、で、タムジョーが僕3分30、うん、バケモンに入る。なかなかない。あ、ジョグではないんですけど、ヨシキ君からメールいただきました。ヨシキ君に初め3分半頼んでたから、ヨシキ君がね、僕ちょっとフルマラソン負けて3分半無理あの4日ぐらいしか経ってないんで、すいません、すいません。でも僕も今日ちょっと沖縄から帰ってきて昼寝てきたんで、もしきつそうだったらスイさんにお願いしちゃう。スイさんも今日さっき聞かれましたけど、キロ 4? キロ 4? そうなの。結構早い。前回ね、キロ4で10キロ引っ張ったから。すげえ。マジやれば早いな、マジで。いや、マジという感じで、ちょっと、はい、あのイベントの様子もちらほら撮りながら皆さんに届けていきたいんですけど、まあ、僕的にはやっぱ今日8キロ竹田が走るっていうのはもう僕の中でも今日最低イベントだと思ってるんで、私の中ではオープニングランっていうので、長距離の人が短距離の走を走るってそうそうないから、あ、もうみんなにうわーってやってほしいわけ。わー、やってもらえるように頼んできますね、まあ、ちょっとじゃあ頑張ります。頑張りましょう。お願いします、はい、それでは早速やっていきまーす。ショーダッシュで行こうぜ。それでは、BKB プロジェクトチャンネルからですね、この前、フルマラソン、経験しながらも2時間51分で走りました、ヨシキ君です。刻んでいこうぜ。どうも、ヨシキ君、お願いします。4分30で、引っ張りますので、皆さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。そして、BKB プロジェクトから武田くんです。それで、こんばんは、武田と申します。僕、皆さん、短距離選手なんで、そこら辺ちょっとご了承していただきたいのと、ハーフマラソンしたことあるんですけど、キロ8で完走したので、今日初心者でちょっと不安だよって方、僕いるんで安心してください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ラムジョー君、はい、走ってまいりました。すいません、ちょっとロッカーが中心なんですけど、本日は楽しみましょう。よろしくお願いします。お願いします。ラムジョー君とヨシキ君と、そして短距離の、ね、走り、また全然違うんですけども、武田君に皆さんの前でね、走っていただきたいと思いますので東洋大学で箱根駅伝を目指していたヨシキ君のこの走り、今ね、ラブ映画を目指して、では続いて武田選手、よろしいでしょうか。お願いします。もう角度は違う。風を感じます。すごい、かっこいい。軽い。どんなにいいと思っても1分は20分くらい。曲げて吐いて伸ばす、あと2回曲げて吐いて伸ばす、ラスト曲げて吐いて伸ばす、ゆっくり起き上がりましょう。皆さん、あれそうね、最初じゃあ芝生で気持ちよく、あ、アップどうすか、温まりました、また寒くなりました、ですよね、はい、最初芝生で楽しく行きましょうか、はい、そうしましょう、そうしましょう。じゃあ4分半チーム準備 OK ですか。よろしくお願いします。優勝。じゃあすいません、スタート地点よろしくお願いします。じゃあ行きます。行きます。よーい、ゴー。
はいどーいってらっしゃーい、ファイトでーす。はい、4分ペースいきたいと思います。お願いします。ファイトでーす、いってらっしゃーい、ありがとうございます。うわ、精鋭って感じ。3分30、少数精鋭ですね。僕5キロなんですけど、まあついてこられたら、はい、あのもう10キロ全部行く予定。ああ、なるほど、すげー、はい、いきまーす。おーい、お願いします。よーい、ゴー。はい、ファイト。3分半スタート、いってらっしゃーい。まず最初は、本当はキロ6でやっていく予定なんですけど、はい、まずはアップみたいな感じで、じゃあ皆さんちょっと温まってないみたいなんで、これが僕の得意なキロ8ですね。はい、トラック走るんですか。あ、走りましょう、走りましょう。あの1キロ1回やって温めてから、はい、キロ6でちょっと頑張りましょう。あ、はい、キロ6大丈夫かな。大丈夫、大丈夫です。全然いける。ファイトファイトー、はい、ファイトー、やつやつ。全体的に速いっぽいなんで、僕もお手伝い中です。キロログチームでそろそろ2キロです。後ろからキロログチーム速い方が、あ、来てます。ファイトー。初めてもやってるんです。あ、そうなんですか。先手してみてください。あ、グータラストレッチっていうチャンネルやってます。運動が嫌いな人専用なので、多分見ててそういう人いないと思うけど。ちょっとあの僕ペースメイクやらせんよ。もうあの今参加者の方から、あの5分半ですよと。だって2キロ目で5分33でした。クレームしてます。普段10キロとか走りますか。いや、これね、これやりきったら、はい、人生初です。え、それは漏れましたよね。いや、あのハーフとかもやっぱ途中ウォークがあるんで、僕ウォーク、はい、歩いちゃうんで絶対。あ、歩いちゃうんで絶対。走り続けられたことはないと。ないです。なんでこの奇跡的瞬間にこの参加者のお二人方と、イエーイ、この、はい、って言ったら、じゃあ初と。初です。うわやばいっすよ。これ行くしかないですね。これ行くしかないです。実は先生が7キロまででいいって言われてたんですけど、ここまで来て最後まで行きます。はい、行きましょう。行きます、行きます。みんなで行きましょう。はい、おお。わーさあ、来ました。あ、これキロ6ペースの、あの特権です。やった全員で行ける。やったー、いやー、お疲れ様でーす。10キロー、完璧。これ奇跡的瞬間ですよ、皆さん。 GPS のズレありますけどね、9.92 ってあるんです、僕の時計では。もうトラックで走ってます。え、トラックで走ってます。そうなんですね、ズレがあるんで。ペース 6.09。 おお、完璧じゃない。完璧。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちで。